昨日4時頃、とから、雅子が死から異音がすると、110番通報が相次ぐ。消防と警察が通報したところ、なんと電車が沈んでいました。とから雅子が死ねは取り鉄が多く、リア充が突起、落とされる事案も発生したようです。この車両は、131系のブルーバード号。運転手がブラジルをしたのが原因で、運転手も、ヌーブ国籍のクソ・モラス運転手が逮捕されました。車掌とクソ・モラス運転手は脱出しており、軽傷です。臨時列車の改装を行っていた車両。ちょっとね、世間は許してくれませんよ。